西区の三和総裁様のご紹介でございます。中島町の K 様、こちらが金箔が吹いても剥げない百年仏壇、ご注文でございます。もう、ありがたいご縁、心より熱くお礼を申し上げます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。 2024年10月の15日火曜日ですね、今ちょうど6時9分、外気は22度、朝動画でござい、静かないい朝でございます、昨日ですね、西区の三和総裁さん。 あの、これ、有名、西区ではもう有名なんですね。あの、で、うちの父もですね、あの、こちらで創業させていただきました。で、いつもですね、あの、当店にお,お仏壇ご紹介。もう、父の代からですね、あの、当店によくんとよくしていただいて、本当ありがとうございます。もう、とても素晴らしい。今はもう、初代社長様、まあ、亡くなられて、二代目の社長さんでいらっしゃいますね。とても人物、素晴らしいお人柄でいらっしゃいます。本当にいつもありがとうございます。で、今回ですね、ありがたいことにですね、この、 仙台会長のですね、妹様が、お、あの、こちらの百年仏壇、ご注文いただきました。ありがとうございます。いつもあの、熊日新聞とあるーキは見とるよって言っていただきました。ありがとうございます。どうもすみません。本当にありがとうございます。まあ、あの、本当にですね、もう、仙台のあの、三和総裁の、あの、会長さん。で、うちの父、父、父ちゃんですね。非常にお、まあ、お友達というか、まあ、向こうは先輩でいらっしゃいますけどね。 あの、あれでございますね。まあ、同じ時期に、葬儀屋さんと仏壇屋さん、どっちも始められて、偶然に始められて、近所でしてらっしゃいます。あの、今はもう向こうの方に西高通りのに行かれましたけど、当時はすぐそこにいらっしゃったんですよね。はい。で、非常にですね、切磋琢磨しながらですね、お互いに、あの、社長、 どうしですね、頑張っていたという時期がございましてですね、で今回、その前回の,あの会長様の妹様ご夫婦がですね、ご来店いただきました、ありがとうございます。あの西区中島町の、えー、K 様でいらっしゃいますね。あのでですね、えー、こちらの百年仏なんですね、家紋、えー、この K 様はですね、丸に違い豊かの葉ですね、この家紋でございます。 で、えー、おりんにもですねもちろんこうやって仏壇にもお付けしますでおりんにもですねこう,、はい、こういう感じでですねいい音色ですねここ見てください丸に違い高の葉ですねこれはよくある家紋ですからもう余分に作っておりますのでこれはまああの これ,これをですね、あの、お付けさせて、今週の木曜日の品日となっております。で、本当にですね、ありがたいことでございます。父の代、そして私の代ですね、非常に良くしていただいて、サ和総裁様、ありがとうございます。でですね、このお仏壇、このお仏壇はですね、うちの先代の父ちゃん、輪島漆器の行商橋をしておりました。で、輪島漆器のお客様からですね、輪島漆器の仏壇場を作って配用時ことでですね、わかりましたということで作ったのはこのお仏壇なんですよ。で、今はですね、 あの、昨日、K 様にもですね、ちょっとお伝えしましたけどね、今だいたい8割ぐらいは仏壇も外国製でございます。海の向こうで作っております。ただ、私はですね、先代の父が作ったこのお仏壇、日本製国産。これを守って参ります。ですから今はですね、通産大臣認定の伝統工芸士、大坂4兄弟親方様が真心込めて作っていただいております。やっぱですね、 毎朝毎晩手を合わすとだけ、私は日本製の仏壇がよか。まあ、あの、家具とかだったらですね、まあ、どちらでもよかばってんがですね、家具はやっぱ,やっぱもう、あの、やはりこう、おはようございます、言うてですね、夜は今日は一日ありがとうございました、ちょっとですね、手を合わせてご報告ですね。これがやっぱ私のやっぱりこう一日のマインドフルネスというかですね、やっぱ一日の報告。 これはもうとても大切な時間だと思いますし、ある意味では生きていくエネルギーをいただけると思います。やっぱそういう仏壇はですね、日本製国産が良かですよということでですね、昨日お伝えさせていただきました。はい。まあそういう形でですね、当店頑張ってまいります。輪島漆器の技術を生かした金箔が吹いてもはげない百年仏壇。 三和総裁様ご紹介、西区中島町、K 様、百年仏壇ご注文でございます。前会長の妹様ご夫婦、本当ありがとうございます。今の社長様もですね、息子様、まあ私よりお若い方なんですけどね、とても良かったです。奥様も良かしとば、お二人ともですね、素晴らしい人格者でいらっしゃいます。もうあの 私もですね、葬式するときは三話葬祭でしますけど。まあ私は100歳までいきますけどですね、三話さんも頑張って、頑張ってください。はい。はい。えー、早速、父の仏壇に、午前にですね、報告いたしました。親子二代にわたるご支援、本当ありがとうございます、三話さん。はい。で、一応ここで書いておきますね。三話葬祭、096329-4444。あの、私と一緒で24時間電話受付してらっしゃいます。あの、よいしょ、ここにですね。 えー、よいよ24時間。まあ、西区の方は皆ご存知ですけどね。はい、えー。24時間電話受付でございますので、葬儀の時は何かあった時には、よろしくお願い申し上げます。はい、ここで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごあってん、お祈り申し上げます。